どうもこんにちは、加納一馬です。さあ本日は桜井翔&広瀬すず&江口洋介主演の探偵ドラマネメシスの感想を言っていきたいと思います。このドラマなんと SR 埼玉のラッパー AI 崩壊の入江優監督が総監督を務めるそうでね、果たしてどんな風になってるんでしょうか。それでは内容について語っていきたいと思います。まずはね、このドラマの良かったところから言っていこうかな。まずは良かったポイントからちょっと言っていこうかなと思う。それはですね、まず一番最初良かった。広瀬すずが可愛かったなって。すっごいバカみたいなね、感想だけど、そこがまずやっぱ一番のね、良かったポイントですよ。ちょっとこう、天真爛漫なね、キャラクターでね。もうほんと動いてるだけでね、もう表情も豊かですからね。さすが、もうやっぱりいいですよ、広瀬すず。それからね、他にはですね、中村葵さん、今回そのアブデカみたいなね、刑事をやってた中村葵さんがね、かっこよくなってたね。いやなんかね、昔の僕の印象ではちょっとこうなよっとしたキャラクターが多い印象だったんだけど、久々見たらね、もうこういうかっこいい男らしいキャラクターも似合うようになったんだなって。なんか今後どっかの恋愛ドラマかなんかでちょっとブレイクしちゃうんじゃないかなと思ってね、そういう意味ではこう中村葵さんとても良かったです。それからね、他にはね、探偵事務所にいた犬、マーローっていうね、名前の犬ね、フィリップ・マーローから来てるんでしょうかね。犬可愛かったな。でもマーローってね、名前じゃないんだよな。どう見てもワサオなんだよなあれ。ワサオに変えてほしいなと思ったね、あの犬は。まあそれぐらいかな、僕が今回ドラマでいいなと思ったのは。あとはちょっといろいろとね、思うところというかね、言いたいところはね、ありますよ。はい。不満点がね、あります。まあ、まずはね、今回僕が一番強くこれどうかなって思ったポイントが、まあ桜井翔演じる名探偵が、まあ、あまりにもポンコツなので、その広瀬すずがその後ろから、事件解決に導いていくという、フォローしていくという、まあ大まかに言えばその名探偵コナンスタイルのそういう事件解決方法。でもさ、名探偵コナンはさ、あれ子供だからやってるわけじゃん。そう、コナン君が子供だから、その言うことをね、大人たちは信用してくれないから、だから、ね、小五郎っていう大人を使ってさ、それで話を聞いてもらうっていう理由があるじゃない。でも、広瀬すずはさ、もう19歳でしょ？ね、19年後っつってんだからさ、別に聞いてもらえんじゃん。ね、名探偵コナンだってさ、あれ、高校生探偵でやってんだからさ、高校生以上だったらもう誰だって話聞いてくれるじゃん。だから別にそんな、そのやり方をする必要があんまり感じられないっていうか、まあ、今後ね、その広瀬すずが、なんで裏からフォローしなきゃいけないのかっていう理由が、まあ、もしかしたら出てくるかもしれないよ。その江口洋介がね、お前は絶対現場に行くなみたいなね、そういうことを強く言ってたから、だからこう、表舞台立てないみたいな、そういう理由がね、今後ね、出てくるかもしれないよ。でも今のところは、別に、だって刑事にしろ、容疑者にしろ、別に謎解きを話す人、別にどっちでもいいじゃん。もうだから別にどっちでもいいんだよなって感じ。で、しかもあの位置から、その広瀬すずがカンペでさ、いろいろフォローしてたけど、バレるじゃん、あの位置だったら。だから、なんか、なんだろうな、全体的に緩いんだよ。もうだからこのやり方をしなきゃいけないっていう理由があんまないから、だから別になんか、なんでこんなやり方してんだろうなっていう感じ。それから他には話が頭に入ってこない、まあその謎解きみたいなものがなんかいまいちね、その理解できずに終わってしまったなと思って。でなんでそう思ったかっていうと、これもしかしたらその入江優監督がやっぱ映画監督だからなのかわかんないけど、映画全体的に緩いっていうか、なんかドラマの画角じゃない、それ全体的にさ、俯瞰した点で撮るから、だから無駄に情報量が多いって感じかな。なんか誰かがさ、喋ってる時に、横とか後ろで違うリアクションとかしてる人いるから、なんかほんとなんか無駄に、情報量がね、いっぱいあるなって感じで、いまいち
頭に入ってこないなって思いましたね。あとはね、まあ大体のギャグが滑ってたなっていう大体っていうかもうほぼ全部もうなんだろうな、その入江優監督はまあそんなにギャグに定評のある監督ではないけどさ失礼だもうそれにしたってこう全体的にギャグはいまいち受けないなという、まずあの大島優子 の, その普段はネガティブだけどその車のハンドルを握るとポジティブになるっていう、ね、こっち亀のホンダみたいな、ね、そんなキャラクターもね、正直1話だからさ、その全体のそのどのキャラもどういうキャラクターなのかさあんま分かんない状態でさ、それやられてもさあんま分かんない状態で進んでっからいまいち受け入れにくいしさ、ね、ドライビングテクニックの方をもうちょっと見せてほしかったよね、そのカーアクションっていうかさ、まあ今のねご時世ね、そういうの難しいかもしんないけどね、車のシーン撮るの難しいのかもしんないけど、いやもうちょっとねあの車すごいドライビングテクニックのねカーアクションね見せてほしかったなと思うよ。あとアブデカのパロディ、まあねアブデカ、まあその知らないんだな俺もうまあ俺の個人のね問題かもしんないけど、でも俺30代だけどさ、だいたい40代ぐらいでしょああいうの知ってんのって。でもこのドラマ自体はさ割と若者向けなんじゃないの、20代ぐらいの、そこにこのネタをぶち込んでくるってのはどういうことですかもうしかもなんかね、レギュラーキャラとしてあのパロディキャラをずっとやってくのね、なかなかチャレンジャーですねとまあこんな感じで、まあ、今後その広瀬すずの、まあ、出生の秘密とかね、あとはその広瀬すずのお父さんの、ね、中村徹のがねどこ行ったのかとか、まあ、そういった謎はねいろいろと散りばめられてましたけども、正直2話見たいかっていうとね今のところそこまでの興味が、まあ、一応ねその第2話ではあの入江優監督があのヒップホップ要素をね取り入れた第2話をね作るみたいで、まあ、そこはちょっと興味あるけど、ただあの謎解きの仕方とあとそのギャグセンスとか見ると正直そこまでこうね引き込まれるほどのものはね今んとこ感じられなくてね、ちょっと1話にしてちょっと脱落しかけてるところはねありますね。はい、まあ正直僕はそんな感じの印象でした。ということで今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。